行くことなさせ。風の行く先を行こう。これで最後のどうだ。もうひと踏ん張りだぞ。全力攻撃。風よ。ふっ、ほっ、しれ、無駄だ。それ、はっ、うまく借りなくとき無駄を出せる。 ガンザンハッ。せい。みんなは俺が。せい。ふっ。いえ。くだらない。しれ。ふっ。逃がせぬ。ふっ。はっ。よっ。あっぱれでござるな。 行こう。 行こう。 本来であれば今頃。ただ残念なことに今は最も危険な。しかし黒幕がどこにいるかだけは。どうやって黒幕を見つ。私は黒霧の流れをずっと観察してきました。これまで黒霧を引き寄せ続ける微弱。あれはとても危険な存在です。そう言っていただけて私の推測では彼は。 予想外というべきか、予想通りというべきか、そんなことが可能なのは
お前くらいしかいないと思っていたよ。また喋りながら時間を。そうか、お前たちは本当に知らん。この俺を見て頭に血が昇るのもわかる。ここにたどり着くまで長いこと駆け回ってきたんだろう。軽く体を動かすとしよう。俺の言葉に。天道万象、新天道。はっはっ。壁立先人、お道を散らまく惜しみ。くだらない。新天道地、西洋鍋。無能、無能。無能、無能。待て、終わりだ。これ以上やったら死ぬぞ。あの女、瞳孔が細く長い女は自分のことをなんと。どうしてお前。その女の自分のことを。トカゲの分際で。お前も分かっているだろう。深海ビシャップは賢く進化が早い種であるこ。それがビシャップマン。その昔、塩化の宮にはこのような伝説があった。深海ビシャップは迫害を受け、やがて瞳孔を除けば人間と全く区別のつかない種族。どうだ、罪の瞳孔も。日差しが強いところではトカゲの瞳孔は細長い縦状になる。でもずっとオイラたち。あいつは俺へ復讐するためにお前たちを利用しただけにす。俺はかつてビシャップと同盟を結んでいたことがある。奴らの目的は精鋭を大日神輿へと送り、その見返りとして俺たちアビス教団が手にしたのが領地を通る許可。しかし奴らは予期していなかったのだろう。だからビシャップたちは裏切っ。ああ、俺自身も裏切りだと認めている。ビシャップがアビスの力を受けてなお飛び跳ねているなど。お前、今の状況を説明してやろう。あの女はお前たちを利用するだけ利用した後、手のひらを返すはずだ。今頃は深いところに潜り、囚われた仲間を救出する準備をしているんじゃないか。深海ビショップたちは和田摘島の未来を守りたいと思うのなら、俺が残しておいた装置で光の道を導き。お前の話はもう信用しないぞ。そうか、だが他に選択の余地はあるのか。どの道今回俺には何の収穫もない。だがそんなことはどうでもいいことだ。殿下のそばをうろちょろしてる奴らとは違って、俺はいつだってどう。さて、時間稼ぎはこれで十分だ。もう会うこともないだろう。俺は先に失礼させてもらうぞ。それとこれは以前大日神輿で手に入れたものだ。これってココミがくれたものとセットなんじゃ。たとえあいつの言うことに筋が通っていても。スミ、本当にいなく。ここに来るまでに見逃してたりし、少なくとも綿積島の兵士はほとんど撤退。あいつの言う通りになることを考えると、はっ。あいつが言ってた装置ってあれだよな。でも手が届きそうにないぞ。
行こう。あっぱれでござるな。いざ。それ。宝とは旅の醍醐味でござろう。し、行こう。どうやって使ったらいいんだ？光と関係あるなら、木素の箱で起動できるのかな？あの装置で間違いないよな。宝とは旅の無駄だ。行こう。天地の恵み。せい。宝と
多分。剣女盤石、風の赴くままに。無駄だ。いや、そこだ。あっ、それ。よく見ると幼いビシャップ、下に深海ビシャップがこんな罪って。でも全然すごい。あ、罪だ。大日神輿の戻られたのですね。どうですか。幼いビシャップはもう助けたぞ。でも年を取って弱っ罪。お前、余計な説明をする気はありません。私はあなたたちと会話できますが、私たち二つの種族は私が離れる前にこの塔を破壊します。それ以上近づかないでください。それからこの口頭は私の願いを聞いてくれるようです。その気になれば私の目の前で画家拳を握りしめる程度のたったそれだけの思いで。しかしどうしても、こんなの消し残酷。これはまさか。これって三匹の蛇が絡む。この首飾りは私が物心ついた時からそんなバカなことが。一体何が言いたいのですか。おいら、さっぱり理解できないぞ。こっちはココミの首飾りで。私はビシャップと共に育ちました。そばにはこの首飾りと、しばらくして塩化の宮には人間がいなくなりました。つい最近まで人間との接点はありませんでした。書物に書かれた内容や意味を知ったのも罪。人間の書物に私には理解できない熟語がありました。人は生まれた場所に属し、獣は餌を得られる場所に属する。大日神輿、もう私にとってはさまつなこと。罪、最後どうして。ああ、そうだな。この状況を予想してたから、ひとまずこれで一件落着だ。よっ。おーい、ココミ。おや、帰ってきたのですね。戻ってきた兵士たち。あなたは罪という巫女と協力することで黒霧を消すことに成功した。ああ、だいたいそんな感じだな。そのようなことが。ごめんな、ココミ。オイラたち。気にしないでください。あれはもともと、わたつみ大御神が塩化の宮の役、村人、官僚、紳士の三者が互いに監視し合うことを意図していたのでしょう。さっき、わたつみの見つかりって言ったけど、罪がわたつみ神の使者だと思ってる兵。いえ、そうとも限りません。わたつみの見つかりは邪神の眷属であることを表すため、そのほとんどが半人半者の姿をしています。むしろビシャップマンや地中リザードマンというのは小説の中にしか出てこない。え、だったら罪はビシャップじゃないのか。わたつみ大御神がわたつみ島を作るため力を使い果たした後、その力は次第に弱まりました。ビシャップと人間両者と交流ができ、橋渡しとなることが期待された見つかりです。彼女は幼い頃、世話係の巫女と共に塩化の宮の境でビシャップに襲われ、多くの人は彼女が亡くなったと考えて、見つかり一族は渡つみの民に恩があります。ビシャップと渡つみ島の領土をめぐる争いがなくなった今、それが。しかし決死珊瑚の原理がそのようなものだったとは。私は珊瑚宮の荒人神の巫女として、とはいえあなたのおかげで焦土化の問題はひとまず解決。改めて、
直。風の向き、雲の行くごと。ここより弱滅の時。セーフ！これらの使い道は、まあいい。悪くない品だ。